ナーアワルは、アメリカ海軍の潜水艦、ナーアワル級潜水艦の一隻であり、V ボートの一つ。艦名は、北極海に生息するマイルカカの一角にちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目。当初の艦名は V-5 であった。一角 V-5 は、1929年12月17日に、 チャールズカイアダムズ海軍長官の夫人によって、命名、浸水し、1930年5月15日に、艦長ジョン・エイチ・ブラウン・ジュニア少佐の指揮下収益する。反艦性状態の V5V-5 は1930年8月11日に、メリーランド州アナポリスを出港、西インド諸島への巡航に向かい、9月11日に、ポーツマスに帰還した。 その後ニューイングランド水域で訓練を行い、1931年1月31日にパナマ運河経由で西海岸へ向かう。4月4日にカリフォルニア州サンディエゴへ到着した V-5 は1931年2月19日にナーワルと改名され、7月1日に SS-167 に船体番号が変更された。オーバーホールゴナーワルは、 1932年2月2日に、ウェアアイランド海軍造船所を出港し、ハワイ水域での艦隊演習に向かう。ナーワルは3月17日に、サンディエゴへ帰還した、西海岸沿いでの巡航任務後、1934年7月12日に、第12潜水艦隊と共に、出港、9月18日に、サンディエゴへ到着した。 続く3年にわたってナーワルは、ワシントン州シアトル北部、真珠湾西方などで、作戦活動に従事した。ナーワルは1941年12月8日の、真珠湾攻撃当日、日本軍機の攻撃を受けた5隻のドック入りしていた、潜水艦のうちの1隻であった。フォード島で敵の爆弾が爆発した数分間に、ナーワルの砲手は2機の雷撃機に対する攻撃を、支援していた。 ナーアワルは、チャールズ・ W ・ウェリー・ウィルキンズ艦長の指揮下、戦争の第一戦で参加することとなる。1942年2月2日、ナーアワルは、最初の紹介で、東、シナ海に向かった。2月15日と16日に、ウェイク島を偵察した後、2月28日未明、ナーアワルは、北緯29度04分、統計137度56分。 北緯29.067度統計137.933度、29.067、137.933の地点で敵艦に対する最小の来撃を行い、タンカーマンジュマルに大きな損傷を与えた。6日後の3月4日には、天マ大島近海で、タキマルを撃沈した。3月28日、ナーワルは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。 5月28日、ナーワルは2回目の紹介で、ミッドウェイ島の防護に当たった、クーボエンタープライズ、コーネットを中心とした第16任務部隊と、ヨークタウンを中心とした第17任務部隊は、日本軍の攻撃に対して備えた。6月3日から6日にかけて行われた、ミッドウェイ海戦で、ナーワルは、プランジャー、トリガーと共に、ミッドウェイ島東部を偵察したが、 この潜水艦部隊は敵と遭遇することはなかった。海戦終了後の6月13日、ナーワルは15日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。7月7日、ナーワルは3回目の紹介で、日本近海に向かった。7月24日、遊国、ナーワルはエトロフ島近海に浮上出現。流別湾近海でネムロとエトロフ島を結ぶ。 定期戦日照丸を砲撃で撃沈。ナーワルはナイ安アンと、宇田シ東安の方に航行して、さらなる敵を求め、北緯45度17分統計147度27分、北緯45.283度統計147.450度、45.283147.450の地点で、特設監視艇第83新城丸と、小藤丸及び、 三班二隻を撃沈し、さらに陸上の施設にも砲撃を加えて、さしたる反撃もなくなわるは引き上げた。7月26日朝にも、単幹湾沖で天竜丸を砲撃により破壊。8月1日には、シリアさ近海で、名和丸を撃沈。航空攻撃と爆雷攻撃を受けながらも逃げることができた。 7日後の8月8日にも北緯41度14分、東計141度32分、北緯41.233度東計141.533度、41.233 14、41. 141.533の青森県白浜沖で微福丸を撃沈し、タンカー三ツ安丸を撃破した。8月14日の朝、ナーワルは、戦望橋で3隻の敵駆逐艦が後方を、 通過するのを発見する。ナーアワルは、爆雷を投下する駆逐艦が通り過ぎるのを待ち、わずかな損傷を受けた。翌日、ナーアワルは、懲戒海,海域を離脱した。8月26日、ナーアワルは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。9月8日に、真珠湾を出港して9月15日にメアアイランド海軍造船所に到着し、オーバーホールに入った。 このオーバーホールで攻撃力アップを機として外装魚雷発射管が前後に2機ずつ取り付けられ環境構造も回収された。また艦長がフランク・ディー・ラタ少佐に変わった。1943年4月4日、オーバーホールを終えたナワワルはカリフォルニア州サンディエゴに開港された。4月18日、 ナーワルは4回目の紹介で、西部はリューシャン列島方面に向かった。ナーワルには、アッツ島に、極秘上陸させる第7不評特別部隊のうちの105名が、乗船。4月27日にラッチハーバーに寄港後、訓練と補給を経て4月30日に出港。5月11日、ナーワルは、アッツ島の北端近海で、ノーチラスと会合。ノーチラスもアッツ島に、 国費上陸させる部隊109名を乗せており、この二つの部隊は、来たるべき、アッツ島の戦いに先駆けて一種の露払いとして、予備的に上陸するものであった。アッツ島への本格上陸作戦が行われる、前日の5月11日、ナンワルトノーチラスは、ゴムボートに移乗した部隊を、アッツ島のスカーレットビーチに無事上陸させて、任務を果たした。 ナーワルは5月14日にダッチハーバーに帰港。5月18日、ナーワルは38日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。6月26日、ナーワルは5回目の紹介で、千島列島方面に向かった。この紹介では、パーミット、プランジャー、レイポンによる日本海への侵入作戦から、日本軍の目をそらすための任務が与えられていた。パーミット、プランジャー、 レイポンの三潜水艦は7月4日夜に宗谷海峡を浮上したまま通過し、日本海で作戦。再び宗谷海峡を通過しつつあった。7月15日夜、ナーワルは三潜水艦の引き上げを援護すべく、松和島の飛行場に対して艦砲射撃を実施。この効果が多少でもあったのかどうかは定かではないが、三潜水艦は邪魔されることなく無事に、 エトロフ水道を抜けていった。8月7日、ナーワルは42日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。8月31日、ナーワルは6回目の紹介で、マーシャル諸島方面に向かった。9月8日から9日にかけて、ミリカン賞を偵察。9月11日朝、ナーワルは、ナウル島、北西三海里の地点で、北アキラマルを発見。護衛艦に追いつかれる前に、 北明丸を撃沈した。ナンワルは深く先行して、反撃をやり過ごした後、クエゼリン干渉方面に移動。9月13日から干渉外を一周するように偵察し、干渉内に夕張型軽巡洋艦及び川内型軽巡洋艦とおぼしき艦艇,艇の姿を発見した。ナンワルは9月23日の偵察で、同海域での紹介を終え、つらぎ島に進路を向けた。 10月2日、ナーワルは31日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。10月23日、ナーワルは7回目の紹介で、フィリピン方面に向かった。ナーワルがブリスベンに帰島する9ヶ月前、ガジョンは、ネグロス島に潜伏している、フィリピン人ゲリラを支援すべく、6名のフィリピン人と1トンの物資を揚陸させていた。ナーワルは、 そのガジョンが支援したゲリラをはじめとするフィリピンの対日反抗勢力を支援する輸送潜水艦としての任務が与えられ、以後のナーワルの行動は、このような特別任務がメインとなっていった。ナーワルは10名の支援者と92トンの支援物資を搭載し、スールー海を抜けて、ミンダナオ島方面に接近しつつあった。11月10日夜。 ナーワルはプルアンワンで2隻の日本の船から射撃を受け、先行して、タンカーとおぼしき船に対して、魚雷を4本発射して反撃。魚雷と爆雷の応酬は、双方に被害なく、引き分けに終わった。11月13日、ナーワルは、ドナファーナマルと書かれたスクーナーの横をすり抜けて、プテルアンワンに入り、ナシピット沖に停泊して、人員と物資を揚陸。代わりに、 8名の女性と2名の子供と赤ん坊を含む32名の避難民を乗せた。一連の作業は真夜中までには終わり、ナーアワルは現地のバンドが演奏する怒りをあげての調べに送られてワンを出港した。スリガオ海峡を抜けてフィリピン海に出た後の11月18日、ナーアワルは6隻の輸送船団を発見したが攻撃には至らなかった。11月22日、 ナーワルは31日間の行動を終えて、ダーウィンに帰祷した。11月25日、ナーワルは8回目の紹介で、ミンダナオ島方面に向かった。この紹介では、一般の貨物に加え、11名のカナダ軍特殊部隊が乗り組み、これらは12月2日に、ミンダナオ島、ブティアンワンの海岸に揚陸された。部隊と貨物の代わりに七名の避難民を収容した。ナーワルは、 次に、ネグロス島、マヤカラルワンに向かい、12月3日に到着。ここでは9名の避難民が収容され、ナーアワルは、アラヤカラルワンに向けて出港。12月5日朝、ナーアワルは、北緯09度10分統計124度30分、北緯9.167度統計124.500度、9.167124.500の、上銀島近海で、姫の丸を、 浮上報戦で撃沈した。12月11日、ナーワルはダーウィンに寄港。12月18日、ナーワルは23日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。1944年1月18日、ナーワルは9回目の紹介で、ミンダナオ島方面に向かった。ナーワルはダーウィンに寄港して、海剣トルーミス中佐を指揮官とする部隊と90トンの貨物を乗せ、 すりガオ海峡を西に通過、パナイ島、ナソミサを経て、パンダン湾に入りパク。部隊と貨物は小船に移乗し、代わりに6名の乗客を乗せた。ナーアワルはネグロス島に移動し、45トンの貨物を揚陸して28名の避難民を収容した。2月15日、ナーアワルは29日間の行動を終えて、ダーウィンに帰島した。放からつ月日、 ナーワルは10回目の紹介で、ミンダノ島、ブトゥアム方面に向かった。3月2日、ナーワルは、ブトゥアム湾に、イリパクシ弾薬を揚陸。3月3日未明にかけて28名の避難民を乗せ、次なる目的地であるタビタたィに向かった。その日の夕刻、ナーワルは、ツール海に入った、北緯零八度52分、統計123度23分。 北緯8.867度統計123.383度、8.867123.383の地点で輸送船と護衛の砲艦カラツに対して来撃し、カラツに魚雷を一本命中させて大破させた。他の艦艇の反撃をかわしたナーワルは目的地に到着し、3月5日の夜に2隻のゴムボートを介して作業を行った。途中、 三隻の駆逐艦らしい艦艇を目撃したが、作業は中断することなく完了。ナーワルは38名の避難民を乗せて3月11日にダーウィンに入港し、避難民を上陸させた。3月20日、ナーワルは33日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島艦長がジャックシータイタスに変わった。5月7日、ナーワルは11回目の紹介で、 サマール島方面に向かった。ナーワルには22名の特殊部隊と電球、ラジオパーツ、食料が積み込まれ、これらは5月24日の夜にサマール島アルサンワンに揚陸された。ナーワルはミンダナオ島南西部に移動し、16名の男性と商人を乗せた。6月9日、ナーワルは33日間の行動を終えてダーウィンに帰島した。 6月10日、ナーワルは12回目の紹介で、フィリピン方面に向かった。6月13日夜、ナーワルはセラム島ラ沖に浮上し、そこにある敵の制油施設に対して56発もの6インチ砲弾を浴びせた。一連の艦砲射撃はガソリン貯蔵タンクと関連施設を炎上させた。ナーワルは反撃が本格化する前に引き上げた。6月20日、ナーワルは、 日没の3分前から9時間半にわたってスリルある体験をした。ナーワルは積み荷を送るため現地の小舟を呼び寄せて作業し14名の避難民を引き取った。避難民を乗せた後ナーワルはその場を去ったがそのわずか30分後には日本の駆逐艦がその海域にやってきていた。ナーワルはわずかな差でここから逃れた。翌6月21日、ナーワルは 日本の海上トラックを撃沈。6月22日、ナーワルは、北緯09度を08分統計120度55分、北緯9.133度統計120.917度、9.133120.917の、パラアン島、プエルトプリンセサ島南東230キロ地点で、ネグロス闘ギマラスに向かうタンカー。 五福島丸と護衛の水雷定岸を発見し、五福島丸に対し魚雷4本を発射。うち1本が五福島丸の右辺中部に命中し、破口を生じた。しかし、五福島丸はわずかに傾斜しつつそのまま航行を続けて去っていった。ナーワルは6月29日にダーウィンに寄港。7月7日、ナーワルは27日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。8月12日、 ナーワルは13回目の紹介で、ルソン島に向かった。ナーワルは8月30日の夜に、ルソン島を東岸リブット湾に、イリパク、チャールズ・パーソンズの指揮のもと、陸上の味方連絡部隊が竹で作ったイカダを使い、作業は迅速に進められた。9月2日の深夜には、マサンガ川川口に停泊して4名の避難民を収容した。9月10日、 ナーワルは27日間の行動を終えて、ダーウィンに帰島した。9月14日、ナーワルは14回目の紹介で、セブ島に向かった。9月27日に男性をセブ島に上陸させ、再利湾に移動。9月29日、ナーワルは31名の元捕虜を収容した。この31名の元捕虜は、去る9月6日に、 パドルが撃沈した新葉丸に押し込められて海上に脱出した捕虜だった。翌9月30日午後、ナーアワルは日本の対戦哨会期の攻撃を受けた。ナーアワルは急速先行で逃れようとしたが、揚陸予定の荷物が邪魔になり、2分後に再浮上してしまった。しかし、対戦哨会期がこのチャンスを生かすことはできず、ナーアワルが再び先行して、ナンを逃れた。 10月5日、ナーワルは22日間の行動を終えて、ミオス・ウンディ島に帰島。艦長がウィリアム・ジー・ホルマンに変わった。10月11日、ナーワルは15回目の紹介で、フィリピン西部に向かった。2日後の10月13日、ナーワルはプビー・カタリナに敵と思われて、攻撃を受けたので、誤爆を避けるために浮上した。カタリナは、ナーワルを確認すると、 グッドラックのルウォルの信号を送った。10月17日の夜に、ナーアワルは、たびたびの海岸に11トンの食料を陸揚げする。2日後の10月19日には、ネグロス島に、残りの荷物と37名の要員を上陸させた。11月2日、ナーアワルは22日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。これがナーアワルの最後の紹介となった。 ナーワルは1945年1月6日にブリスベンを出港し、パナマ運河経由で東海岸に向かい、2月21日にフィラデルフィア海軍造船所に到着した。その後、ナーワルは4月23日に退役し、5月19日に除籍され11月16日にスクラップとして売却された。ナーワルの2機の6インチ砲はコネチカット州クロトンの ニューロンドン海軍潜水艦基地に展示されている。ナーアワルは第二次世界大戦の先行で15個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。